新ミライフスタジアムにやってきました。選手を後押しするために今日もたくさんのサポーターの皆さんが駆けつけています。兄さん応援頑張ろうね。絶対勝とう。海山口に負けられないトリニータ、サポーターがアウェーにもかかわらず1000人駆けつけました。トリニータは藤本とサムエルの2トップ、高木俊がベンチに復帰など期待の持てるメンバーです。前半10分のプレー、スローインから藤本和樹が右サイドで粘ると中央の池田レインへパス、野村直樹がつないで最後は高畑啓太のシュート。高精度スナイパー左足で先制点を決めてくれました。この分厚い攻撃が前半10分、藤本、池田、野村が3人を引きつけて最後左サイド駆け上がってきた高畑でした。しかし前半29分、右サイドから攻められるとこのクロス合わせられてしまい同点に追いつかれます。前半35分、右サイドのウェービスから前線の藤本に供給するとくるっとターンして相手をかわしてシュート。ここはキーパーの左手一本。すると41分守備のミスが続いていき、最後はデルランがここ足をかけてしまったという判定、 PK を与えてしまいます。新外国人シルビオ・ジュニオールにここを決めさせてしまい1-2、前半のうちに逆転されました。ただ後半15分、高畑啓太のクロスに安藤智也、ここは枠の上、一進一退の攻防が続く中、トリニータは攻撃を3枚替え、右サイド大卒ルーキーの松尾雄介、さらに1人目の旬鮎川と、もう1人の旬長澤、2枚のフォワードを投入し攻撃に変化を加えます。その攻撃が実ったのはほぼラストプレー、後半アディショナルタイム、高畑啓太のクロスに松尾雄介が飛び込んだ。ミスターワンタッチが執念の同点ゴールです。高畑のクロス、長澤俊が潰れて最後は松尾雄介のスライディング。これで同点に追いついたトリニータ、なんとか勝ち点1を敵地でもぎ取りました。ただ勝ちたかった相手、なんとか上位戦線に食らいついたという形、次は勝利が期待されます。トリニータ次の試合は今夜7時、ホームで藤枝前 FC と対戦します。今日は大分トリニータ浴衣デイ2023です。浴衣やジンベエなどの和装でご来場いただいた方へ、トリズキッチンのオリジナルミニポップコーンと次節のクーポンをプレゼントいたします。またトリニータスピードくじを3回挑戦すると、浴衣姿の僕とチェキ写真の撮影ができます。ぜひレゾナックドーム大分でお待ちしております。続いては大分トリニータのゴールキーパー全員が参加した座談会です。それでは VTR キックオフ。大分トリニータゴールキーパー座談会、日本一ハードと言われる練習に励む4人、ぶっちゃけトーク後編です。大分トリニータゴールキーパーあるある、ヨシさんが何言ってるかわからない。ヨシ坂あるあるでもあるね、それ。ああ、そっか。トリニータでキーパーやるにあたって必ず喋ってることをちゃんと理解するっていうのは大事なスキルかな。大分トリニータのキーパーのスキルとしてちょっと最初に求められる一つかな。テンションとか全然わかんないでしょ、何言ってるか。分かってる。あれ絶対わかんないでしょ。せーの、はい。Acho muito interessante as características dele, principalmente saindo no jogo com os pés. Tem uma boa visão todo o campo. Utiliza bem as duas pernas, principalmente a esquerda, como eu sou destro. Ele tem uma boa perna esquerda. E também o posicionamento dele no gol, que eu acho que ele se posiciona muito bem. Como ele falou, ele não é tão alto como eu, mas ele sempre está inteiro nas bolas, sempre chegando muito bem nas bolas.
ディスられてましたディスられてたっす大丈夫それはもうしょうがないからしょうがない、はい、生まれ変わってもう一回なんかいろんなことやり直したいっていうそっちの意味で自分そっちかそっちか人生やり直したい人生やり直したいとかそのまあいろいろ知った上で若いうちにこういうのやったけばよかったなとかやっぱあるじゃないですか2周目2周目したいもう一回2周目したらおもろいなせーの一喜一憂せずにねそう練習取り組んでるっていうか本当にまあ去年めっちゃそれこそ僕が試合出たり出なかったりとかベンチ入ったり入んなかったりした時にすごいマジでメンタルだからめっちゃ声かけてもらって今強いなと思いましただからやっぱキーパーって一人しか出れないわけだし、まあ、絶対自分が一番いいとは絶対思ってるはずなんですけど、まあ、そういうのを感情に出さずに、まあ、俺とか去年、まあ、秋田から来たけど自分が外された試合とかすげえムカついてたし練習にもちょっと影響を出るようなまあみんなにはバレないようにしてましたけど心の中ではすげえそういうのいろいろ思ってたけど俊君は本当そういうのが1ミリも出てこないからでその中でもしっかり練習やってるしやっぱそのなんか威厳とかも保ちながらでもそのなんか怖い先輩とかじゃなくて試合出てなくてその自分のことで精一杯のはずなのに周りのことも気にしてくれたり本当そういうのは本当プロとして見習う背中だと思う、まあ、メンタルお化けもうやめときましょう ありがとうって思うなあー次自分が分からないことがあったら率先して助けてくれたりとかあとその家族のことも自分の家族のこともまあプレゼントだったりで配慮してくれたりしてそういったところからも本当に人としても見習うところが多い選手だなっていう ありがとうありがとうございますなんか俺褒める会みたいになっちゃってんじゃんそうだ僕、まあ、西川ってしたんですけどこうやって試合出てこう、まあ、なかなかブレないっていうのをこうできてる今のところはやっぱそういうの体現できてるんでまあ僕の教育が良かったのかなとちょっと思ってます結局最後自分を褒めるんだはい、試合出れるようにもっともっと頑張って、まあ、チームでも、キーパー4人でも切磋琢磨して頑張るんで引き続き応援お願いしますたくさん見に来てください声だったり本当にユニフォームが見えるだけでも僕たちの後押しになるっていうことをすごく実感したのでぜひ皆さん、まあ、ホームではレゾナックドームに足を運んでいただくのはもちろんですけどアウェーでもホームでも本当にスタジオに足を運んでいただいてぜひ僕たちの応援をしていただけたらなと思います、キーパー4人でも練習またゲストのキスイメで頑張ってより無失点の処理に貢献できるように頑張るのでこれからも引き続き応援お願いします大分トリニータからのお知らせですクラウドファンディングトリニータを作ろうプロジェクトトリツクを展開中ですリターンにはキャッチコピー入りビッグタオルや圧倒的ニータントリツクバージョンなどアイテムも充実詳しくはホームページをチェックしてください FC ユナイト目標優勝せーの元気大分結果大分今年の鹿児島国体サッカー競技青年男子の県代表として出場するのは J リース FC 本大会出場を目指し今月19、20日に行われる九州ブロック大会に挑みます、昨年の、国体は大分県が、全国で、優勝したので、まあ、プレッシャーもある中で、初めて、国体に出場するので、まあ、昨年の、成績をに並べるように、頑張りたいと思います今年も、まあ、チームが、単体のチームで単独で出れるんで、まあ、その強みを生かして、日々トレーニングしてるんで、まずは、本大会の、出場を決めることが一番だと思いますので、1回戦が、宮崎県ということで、まあ、一番の強豪かなと思うので、まあ、そこをしっかり、勝利して本大会出場を決めたいなと思います J リース FC には
には元日本代表選手や J リーグ経験者が多く在籍、大会での活躍が期待できます。そうです、やっぱりチームを勝たせれるような、アシストだったり得点だったりっていう部分で、勝負したいなというふうに思います。選手登録自体もやっぱ15人っていう少ない中でやっぱり激しい戦いが待ってると思いますけど、その中でもこうみんなで、しっかり戦っていけるように、頑張っていきたいなというふうに思います。大会初日、県代表 J リース FC は別府市の実相寺サッカー競技場で強豪宮崎県代表と対戦します。宮崎は本当に強いチームが多い中 でその中で、いい選手が選抜されて、チーム構成されているんで、ですけど僕たちはもうずっとやってるチームとして出場するんで、絶対に負けられないし、次の試合も勝って全国に臨みたいと思います。J リースのチームとして出場するんで、J リースらしいサッカーを見せたいのと、気持ちあふれるプレーで、大分県代表として戦っていきたいと思います。J リース FC 県代表として国体出場を目指して精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。お願いします。走り出せ、巻き起こせ、それぞれの光輝けるように。